ギデオン食肉工場ザゲームにて最新キラーのスカルマーチャントでやっていきます。5月19日にこの動画投稿していると思いますが、本日の2時半ですね。あ、本日っていうか、まあ5月20日の2時半、5月19日の26時半頃から7周年情報が来まして、新キラーの情報とかも来るだろうからすごいすごいそんなにギデオンして嫌い？ああ。配線ありがとうございました。ギデオン食肉工場ザゲームにてスカルマーちゃんとでやっていきまーす。さあ、今日はギデオンを指定してですね、爆音スカルマーちゃんとやっていこうと思います。で、爆音構成と言いながら、苦悶の根源、心音が広がるやつですね。あれとか興奮とかはつけてないんですよね。で、どの辺が爆音なのかというと、このウルアードですよ。まずはこの人を見ますね。はい。まあ、板とりあえず使ってもらえばいいかな。で、こうやって発電機の近くに、ドローンを置いていきます。そういうアーカイブやってるので進捗進んでおりますが、これ停止してるドローンを立ち上げると、そのドローンから32メートル範囲内に、心音が聞こえるようになると。で、自分の心音もそのまましてるので、ギデオンの中にドローンと自分の心音のサークルが2つできるような感じになりますね。で、その心音のサークルの中、どっちでもいいので生存者が入っているとピエロ恐怖症と不安の元凶の効果が及ぶと。そう、ドローンから出る疑似心音でも、よ、不安の元凶とかピエロ恐怖症が発動することはちゃんとカスタムで検証してあります。よし。なので、ずさんな肉屋とピエロ恐怖症で、あ、いいね。あ、でもしないかつけてるわ。やりおる。とりあえずこの人倒す。しなやかやからね。スマートな着地もないし、これで追いつけると。さあ、怒涛の嵐も発動してるね。怒涛の嵐のスキルチェックが不安の元凶でちっちゃくなることも確認しているので、ショットガンスピーカーアドオンの効果でスキルチェックも聞こえなくなってるかもしれないし、不安の元凶でスキルチェックもちっちゃくなってたら、まあ怒涛の嵐止めらんないでしょう。それプラスずさんな肉屋とピエロ恐怖症で治療も遅延していく。この二段構えの爆音スカルマーちゃんとが今日の特性となっております。よっしゃ、オッケー。怒涛の嵐発動しまくり、ええぞ。スマ着やん。 OK。 飛び降りるときに声がしなかったので、スマートな着地なのを確認してこうやって切ると。よっしゃ。とっさにね、そこまで注意がいかないときあるんですけれども、今回はちゃんと見れた。吸ってこう。よっ。んでね、あの不安の元凶つけてても、今はあのオーバーチャージとか、あと迫害か、あの辺の難しいスキルチェック、あれはねちっちゃくならないですよね、不安の元凶で。なので今回はおばちゃとかあの辺はつけてこないことにしました。よし、治療と発電両方支援できたらいいなと思います。よし、これも倒してもらって、もうどんどん割ってこう。よっしゃ。この人2回目やしね、もう釣っちゃうわ。降りて、ゆっくり降りた。食い怖か。よし、見てる。蹴るふりはさすがに視線通りすぎて厳しいよ。で、そこ越えるやろ。で、しなやかやね、この人。力グーッと、あ、そっか、しなやかでギューッと向こうまで行けちゃうか。先回りできるかな。おい、心音、心音は常に広。よっしゃ、オッケー。で、
モレルが見てる。一発殴れっかな。とうとう1台直ってる。あ、2台直ってるんだ。できれば一発殴るか、この板でもいいっす。突っ込んで、あー殴れないか。まあまあ板でもいいや。一発殴りたかったな。このスキンとさ、ずさんな肉や合うな。このズタズタのチェーンソーやったらすっごい傷口になりそうやから、まさにずさんな肉やって感じがする。逆にマイケルのナイフとかやと傷口綺麗に焼くから治りも早いんじゃないかな。おい、アーカイブもちょいちょい進んでるな。ギデオンやとやりやすくていいな、アーカイブも。よし、出発。おっ、救助来てる。ずさんな肉はいっぱい入れたいな。でピエロ恐怖症もがっつり生きてほしいし、ね、あ、こうやって積極的にドローンも起こして芯をばらまいていくようにしたいな。オッケー。15秒だけなんよね。そうそう、ドローン立ち上げて15秒間だけそのドローンから32メートルの芯音が出るから、よいしょ、その15秒経ったらどんどん次のドローン立ち上げて心音バンバン鳴るようにしないとな。意識的にドローン立ち上げな。そうした、うん、これでもう終わってるもんね。ウルアードの効果、このウルアードも正直微妙やよな。あ、でもここなら結構、はい、これでまた心音するっしょ。これでねスピードも上がってるから、よしよし、いいよ。はい、まあまあまあいいでしょう。でこの人ラス釣りやから、普通に追っていったらねバンバン板倒すと思うね。もうラストやから、そうね、板使いまくろうぜの回になってると思う。ここで板消費してもらおう。まだ余裕はある、発電機的には。よし、今直ってる発電機2台ってさ、怒涛の嵐発動したところやん。ダメか、残りの発電機ってまだ怒涛の嵐発動してないやろうから、ショットガンスピーカーと合わせて聞いてくれればもっと怒涛の嵐発動するはず。お、いいね。 今ピエロ聞いてたんじゃないか。出血の音がしたぞ、ぐしゃっ。よし、届く。 OK、 でどんどん心音鳴り響かせて治療もしにくくしていこう。おじいちゃんとき、おじいちゃんあの部屋ね。オッケーオッケー、あそこやったら治療できないっしょ。ミスってるんじゃないか。いいぞピエロ恐怖症。はい、おい、さあ一人減らしたぞ。オッケー、おい。そう、ドローン立ち上げのねクールタイム中であれば、近くのドローンは一回回収して置き直せば再配置できんねん。こういうのも使っていきたい、スカルマーちゃんとは。お、なんだあれか、疑似心音が鳴りまくってるからほんまに来てると思わんかったんかもしれんな今の。いいぞ。さあ、そういう効果もあるよな。ドローン立ち上げたら急に心音しだして、よっ、これ疑似心音かなって思ってたら本当に来てるみたいな、そういう奇襲もかけれるかもしれん。このアド積極的にねこうやって立ち上げるようにしとけば。ね、これできるだけ遠くのドローン立ち上げたいよな。そしたら2個の心音の円がギリオン中に鳴り響く感じにはなると思うんで。あった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 、これは板届くよな。はい、で救助するか。はい、あ、救助いってるか。この人傷つけよう。はい、オッケー。ああ、今の木村優に当たるかと思った。危ね。まあおじいちゃんでいいか。そこ板ないんすよ。だいぶネアに使ってもらったからな。下はあるな。あっ、行かないで、危ねえ。
で、はい、シンヨン、ピエル恐怖症、なかなか治せないぞ、あの二人。この治療遅延相当効いてると思うのよな。治療自体は弱くなったからね、前回のアップデートで。あ、いいですね、怒涛の嵐。なかなか直せないでしょこれ。こことローンいとこ、おい、この壁越しね、すぐ解除できないって。おったおったおった。で、ここはよっ、一周して、で飛び降りるところを狙いたいな。はい、よし、オッケー。あ、もう一人いた。どこだ。え、これってモレルが飛び降りてロッカーに入ろうとしたやつが後からキーってなったのか。そんな感じやんね。だって今木村優衣救助行ってたもんね。何が起こったんか一瞬わからんかった。何のキーバタやん、心霊現象か。おっしゃ、あ、これピエロ。ピエロですね。よしよしよし。治療しきれないでしょ。いや、これは強いぞ。効いてるよな。はい、持ち上げて、あ、まあ普通に割ろっか。ちょっと右に寄せて割れば、こうやって、間違えた、ちょい間違えましたが、でもそっちいたないから届かないと思う。よし、オッケー。で、遠くのやつ立ち上げて、心音鳴り響かせて、うわっ、お、マジか。おお、びっくりした。あ、ライト持ってたっけ。おお、ここでライト食らうとはな。いや、それはすごいわ。あ、いたあるね、ここは。蹴るふりで、よしよし、蹴るふり聞いて、この辺いた、ナイス。はい、オッケー。もらえよな。できるだけ遠くのやつを立ち上げて、爆音状態で回復しにくくしていく。2人回復できてないね。もう諦めて発電機回してるかな、どうやろう。ほい、でも不安の元凶も鳴り響くからね、ちょっと嫌やと思うねんな。まあ普通のスキルチェックの不安の元凶バージョンぐらいやったら止めれるとは思うけど、おるやん。よっしゃー、オッケー。回復できないとね、こうやって一撃食らうから。よっしゃ、お、なった。ん、あ、そっか、これ生存者担いでる状態でドローンの範囲内入っても、このおじいちゃんのあのドローンに入ったキキキって音聞こえんのか。そっかそっか、今のおじいちゃんの音か、キキキは。ああ、一回下ろしたばっかりに。そっかそっか、よっ。その辺ね、しっかり使ってないと効果忘れるような。どういう風な挙動するのか。すごい板あるか。あ、でもちょっと待ち位置が、あんで、こっちにも板あんねよな。はい、まあ割るわ。んで、こっち側から行って、お、おお、視点隠しちゃんと聞いたわ。よっしゃ、んでやね、ここか。おお、ちょ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 、怒涛の嵐。今あそこ立ち上げたからね、有効範囲入ったかな。あ、さすがに入ってないか。ショットガンスピーカー聞いてたかは分からんけど、不安の元凶は聞いてたと思う、この範囲であればね。 32m 範囲内に新4ね。あー、でもいないな、見つかりませんでした。またおじいちゃん、ちょっともう釣らせてくれ。何回も下ろしたりして申し訳ないが。 OK。さあ、ハッチ戦どうかな。
ここ出ないか。はい。いやー、半周して出てなくて、ハッチ見つけられてるかなー。これは多分、あー、これゲート前待機かもしれんな。どっちや、右か左か。右でお願いしますよっ。よっしゃ間に合ったいや、回復されてたらやばかったね。まあ、これもずっと聞き続けたピエロ恐怖症で回復する時間がなかったからっていうのも勝てた要因かもしれないですね。いや、よかったよかった超ギリギリ。そんな、これ右か左かの賭け2分の1ミスったら負けてましたね。せやな、ギデオンって下のハッチ閉めてからゲートに行くまでが遠いからさ、普通の徒歩キラーやったら扉勝負ありやな。それで2分の1キラーがミスってくれたらいけるもんね。いや、今回はなんとか運勝ちすることができました。全滅結構良くないですか、この爆音。まあ、ウルアド使いどころだいぶ限られるとは思いますが、室内だとだいぶ心音広がってええ感じに爆音の影響を及ぼせたと思います。新キラー来るけれども、スカルマーちゃんとも使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。